では帝国になりましたので、第12回の計算科学特論 A の講義を始めていきたいと思います。本日は、名古屋大学の吉井先生に古典分子動力学計算法の高速化というタイトルで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋大学の吉井です。今回は、応用的な側面が強いですが、古典分子動力学計算法の高速化ということで、講義をさせていただきたいと思います。本講義の、目的としましては、まず、MD を、知っていただくと、分子動力学計算 MD 計算を知っていただくと、まあ、何のために行うのかですね、そしてどうやって計算するのかっていうのを押さえた上で、早くするための計算早くですね、実行するための、まあ、工夫、方法ですね、といったものを、お話ししていければというふうに思ってます。で、早くするというふうなことなんですけれども、方針としましては、大きな方針としましては、細かなですね、チューニングの技術というのではなくて、MD 計算のアルゴリズムですね、アルゴリズムとして、どういう方法を選べば、早く計算できるのかというふうなところに、重点を置きたいと思います。 MD 計算は多くのですね、ソフトウェアが出回っております。で、その中でもですね、方法論をですね、選択するオプションとしてですね、選択していくような、ことが、選択することができるようになってますけれども、その選択をどういうふうに選べば、どういう計算が行われているのか、そしてそれは早い効率的な計算なのか、それとも、あまり早くないものなのかといったようなことが、この講義の内容で判断していただけるようになれればというふうに思っております。繰り返しますけれども、チューニング云々の話は、ほとんど出てきません。ですね、2枚目に行きまして、まあ、まず、大きな、あらすじとしましては、MD 計算について、ご説明をすると。で、そのですね、計算の、要素、どういう要素からなっているのか、そしてその要素が、どのように高速化されるのか、さらには並列化されるのかといったようなことを、述べていきたいと思います。まず最初の、まあ、3分の1ほどの時間で、まあ、MD 計算とはというふうな話をですね、 MD の概論をですね、お話します。その後、並列化をまず考えないで、シリアルで動くですね、計算の場合、どういった、手法があって、どういうふうな高速化がなされるのかといったことを、その、次に話します。で、最後に、並列化を念頭に置いた、アルゴリズムを、お話ししたいと思います。で、最後の最後にですね、ベンチマークの、結果なんか、具体的なソフトを挙げてベンチマークの結果なんかをお示しできればと思います。まず、分子動力学 MD 計算とはということで、まあ、多くの方はご存知だと思いますけども、簡単に、触れておきますと、MD 計算は多数の原子や分子が集まって、できた分子集団形を対象とします。対象とする自由度は、原子分子の、自由度、座標ですね、座標が、原子分子の座標が、対象となってきます。で、その原子分子の、あるいはもっとですね、大きな塊、原子が10個ぐらいですね、まとまったものを一つの、集まりとして見なす場合もありますけれども、そういった、大きな塊のですね、力を計算します。で、その力をもとに、原子分子あるいはその塊の運動方程式を数値的に積分して、運動を追跡します。得られました、原子分子あるいはその塊のですね、トラジェクトリー軌跡から、熱力学量や統計力学量あるいは、興味のある、まあ、自分の興味のあるですね、量を、計算する、座標データから計算するといったのが MD 計算となります。後ほど具体的なスナップショットなんかをですね、お示ししながら、少しどんな経緯があるのかというのをお話ししたいと思います。 MD 計算の、流れについて、次にご説明したいんですけれども、MD 計算はですね、まず最初に、
こちらの右側のですね、あのフローズを見ていただきますと、まず、原子や分子のですね、初期座標、初期速度ですね、座標速度をまず、設定します、入力します。そして、その座標や座標に従ってですね、粒子間の力を計算します。この、力はですね、まあ、通常、何らかの解析的な関数で、力相互作用を、記述します。よく知られているものですと、レナード・ジョーンズ相互作用などがありますけれども、あるいはクーロン相互作用、R 分の1ですね、などの、解析的な関数で、分子間力を表現します。そして、その力を用いて、運動方程式、ニュートンの運動方程式に代表されます、原子分子の下側運動方程式を、数値的に、積分します。これで、時間刻みですね、デルタ t だけ、未来の座標に、あるいは速度に、時間発展させていくということを行います。そして、最初にですね、一番最初に、設定しました粒子の座標や、速度ですね、が、これ、人間のアーティファクトに、アーティファクトまみれの座標速度になってますので、K が、平行化するですね、平行化するように、しなきゃいけないです。そのために、その平行化ができたかどうかの判断をします。で、座標データがですね、最初のうちは平行状態からほど遠いので、平行化できてないと言います。いうことになりますと、ノーということで、もう一度上に戻って、力の計算からやり直して、粒子を動かして、運動方程式に従って、数値積分して、運動、動かしてというようなことを繰り返します。そして、繰り返しているうちにですね、平行状態に、何らかの、目安を持ってですね、物理量をモニターして、平行状態というのが確認できましたら、そこで初めて、物理量ですね、例えば、温度とか圧力とかそういった物量を、具体的にモニターし出す。解析のために座標データ、トラジクトリーも、モニターしておくと、出力しておくというようなことを行います。このプロセスを、繰り返します。また、計算 MD ステップをどんどん繰り返すんですと、上に戻ってですね、また力から計算し直すと。で、平行状態のデータも十分に取れたということになりますと、最終座標、最終速度をですね、出力して、次の計算のために出力をして、MD 計算終了ということになります。これが MD 計算の、流れです。で、まあ、後々問題になってくるんですけれども、計算を高速化するという観点では、この分子間力の計算ですね、分子間力の計算の部分が、最も計算負荷が大きいですので、ここが高速化のターゲット、並列化の、まあ、一番のターゲットになってくるわけです。MD 計算を、通常ですね、行う場合、扱う原子数は、まあ、もちろんその自分のみたいですね、物理系のですね、対象系の、みたい現象なんかによって粒子数が変わってくるわけですけども、小さいのは、まあ、100とかですね、100のオーダーから、計算なされることはありますけれども、大きい方は当然計算機の性能に縛られまして、まあ、現状ですと、長距離相互作用、空論相互作用のあるような場合ですと、まあ、1億原子程度がアッパーリミットと、なります。で、このようなですね、粒子を入れた、K ですね、ここでは基本セルと言いますけれども、基本セルっていうのが、この粒子数に応じて、大きさが決まってきます。通常は、まあ数十オングストロームから、数百オングストローム程度の、システムとなってきます。その中に、多くても、まあ1億原子ぐらいまでですね、の、粒子が入るということ、原子が入るということになります。通常の MD 計算は、まあ、バルクのシステムですね、表面のないバルクのシステムを扱うことが多いですので、周期溶解条件がかけられます。で、周期溶解条件によって、表面の硬化を、取り除くといったことを行います。まあ、右にあるのがその周期溶解条件をかけたイメージでして、真ん中の基本セルですね、基本セルがありまして、その基本セルの周りに、イメージセルが並んでいると、粒子が外に飛び出せば、反対側の
壁から粒子が飛び出してくるという、こういった周期境界条件の下で計算を行います。もちろん、興味のある、径がですね、角材のような一次元的に周期境界条件が、細長い径で一次元的に周期境界条件をかけたい、あるいは平面的で二次元周期境界条件をかけたいというような場合には、そのような、境界条件を選べばいいということです。で、あとはですね、相互作用の計算のために、粒子間の距離を計算するわけなんですけれども、その距離はある一定の距離をですね、超えますと相互作用は十分弱いということで、ポテンシャルをカットする、ポテンシャルカットというのが通常行われています。これによって、計算負荷をですね、大幅に減らすというような工夫がなされています。原子間、分子間の、相互作用としまして、ここにですね、少しちょっと文字化けしてる部分もありますけども、すいません。まず相互作用としまして、原子間に働く、分子間に働くですね、相互作用としまして、二対力ですね、二つの原子の間に働く、ポテンシャル関数、この、すいません、なんか、文字化けしてるところは、これ、サメーションが入ってました。すいません。サメーションが入って、粒子 I、粒子 J の、2つの粒子を選んできて、その間の距離からですね、ポテンシャルを計算すると。その、ポテンシャルを IJ、すべての対について足し合わせたものが、原子間の相互作用となります。で、これは、こちらに示します、レナード・ジョーンズ相互作用ですね。R の12乗分の1、6乗分の1からなる、レナード・ジョーンズ相互作用や、あるいは電荷間のクーロン相互作用ですね、などが代表的なものです。この他に、多原子分子ですと、分子内の相互作用が必要となってきます。例えば、二原子間ですと、隣接する化学結合でつながった二原子間ですと、こういったバネで、バネのポテンシャルが入りましたり、あるいは、三原子が連結している場合ですと、こういったですね、場合ですと、その間の角度ですね、変角のポテンシャル。4原子ですと、ねじれですね、当初のポテンシャルが、用いられます。こういったポテンシャルを組み合わせて、リアルな分子の相互作用を表現するというようなことが、通常行われています。分子のですね、相互作用が決まりますと、その相互作用に従って分子を、動かしていく運動方程式を、解くという作業がその次に必要になってまいります。で、こちらは、どういった運動方程式、運動方程式の、解き方があるのかというのを、分子モデルと、対応させて示した図です。例えば、最もシンプルな単原子分子ですね。分子が、単原子分子の場合、アルゴンとか、あるいは、イオンもまあそうですけども、こういった、単原子分子的なものですと、分子モデルとしては、質点ですね。1個の点だけで、分子、原子を表すことができると。で、この場合は、自由度、扱う自由度としましては、質点の位置座標ですね。これがターゲットとなる、自由度です。そして、これはもうニュートンの第二法則、F イコール MA から、分子を追跡することができて、それを、数値、積分すればよいということで、まあ、普通はデカルト座標で記述されます。こういったのがですね、さまざまな分子に応じて、運動方程式の解き方が、変わっていきます。すべてちょっと説明するのは時間がかかりすぎますので、少し例をもう少し述べたいと思いますけれども、例えば水のような場合ですね、三原子分子で、かなり、この水の場合ですと、分子内の自由度というのが、あまり、重要じゃない場合を考えますと、水の場合は合体回転子モデルで、十分、よく表せると。分子内の振動とか変革はあまり、重要じゃない場合ですね。合体回転子モデルで扱いますので、合体回転子は、普通、分子の回転運動はオイラーの四元数ですね。オイラー角、あるいは四元数ですね。で、表現できますし、分子の重心は、質点で表現できると。質点の、位置座標で表現できる。で、回転の方は、このオイラー方程式ですね、角度のについての方程式を解けばよろしいし、重心についてはニュートンの運動方程式を解けばよろしいと。こういった形で、合体回転子を、の MD 計算を行うことができると
言ったような、分子モデルと運動方程式の対応というのが、見て取ることができるかと思います。それでですね、具体的に、こういった分子メーションで今までどんな、計算が行われているかというその一例、ごく一例ですけれども、お示しします。こちらはですね、例えばですね、この、こちらの絵ですけれども、これは脂質膜ですね、生体膜、細胞膜の、モデルですけれども、脂質膜を表しまして、脂質分子がですね、このように2分子こう上下に揃っていると。で、この疎水性のグループを内貫して、で、浸水性のグループを外貫して、この小さく見えているのは水分子なんですけれども、水に浸水的な部分が接してこういう2分子膜を作っているというような、脂質膜系、あるいは、右の方に移りますと、これはタンパク質ですね、GFP の、タンパク質なんですけれども、こう樽状の構造をとってまして、中に発色段があります。で、ここは色を出すようなそういったタンパク質ですけれども、こういったタンパク質のシミュレーションなんかも、MD 計算では、よく行われております。ざらっ と例だけ、お示しますけれども、こちらは、海面活性剤分子が集合したミセルですね、ミセル構造が示されています。外側に浸水域、内側に疎水域ですね、があって、これが水の中に溶けていると、水は表示していませんけれども、水の中に溶けているというような構造です。その他にもですね、2層分離するようなシステムですね、この左側の下の9番のところですけれども、これは、トリエチルアミンですね、トリエチルアミンと水の混合物で、温度を上げていくと層分離します。普通は温度を上げると均一になるんですけども、温度を上げると層分離するっていう、下部臨界っていうのがあるような分子なんですけれども、それが、その温度を上げてですね、実際に層分離する様子を示したシミュレーションの結果で、水の層とトリエチルアミンの層に分離していると。しかし、トリエチルアミンの層に水分子が溶け込んだりしている様子も見て取れるんですけども、こういったシミュレーションなんかも行います。その他、この11番は、これはベシクルですね、脂質分子からなる球状の構造のベシクル、あるいは、こちらはウイルスの、スナップショットになってますけども、こういった系のシミュレーションが行われています。ざっとですね、MDK さんの、例ですねを示したのを次の表に示しますけれども、たくさんありますので、一つ一つは触れませんけれども、当初ですね、MDK さんが始まった当初は、低分子量の液体ですね、シンプルな液体をのシミュレーションから始まっています。最初は単原子分子、そして水なんかが盛んに研究されたんですけれども、時代が下ってですね、より複雑な系を扱えるように、なってきますと、例えば、両親倍性分子集合体とかですね、あるいは、タンパク質、ある意味一緒ですけども、タンパク質とか、生体膜とか、こういったものが、最近ではですね、盛んに計算が行われています。で、ここの表には挙げてないんですけれども、表に挙げている中で最近行われつつあるのは高分子ですね。高分子のシミュレーションも、高分子はやっぱり高分子というだけあって、たくさん原子を用意しないと原子を再現できないということが多いわけですけれども、そういったものも計算機のリソースがどんどんですね、発展してくることによってターゲットにすることができるようになってきています。さらにですね、自定数の長いダイナミクスなんかを、追うための、ダイナミクスが長い、自定数の長い現象を追うために最近ではですね、レアイベントといったものが、研究のターゲットになってきています。例えばその、化学反応みたいな、実際のその液体の中でその、頻繁に起こらないような、シミュレーションのレベルからすると頻繁に起こらないような現象をいかにしてシミュレーションで扱うかっていうようなことが、研究のターゲットとなりつつあります。次は MDK さんの歴史を、結構20年ぐらい前で終わってしまっているんですけども、20年ぐらい前、20数年前までの、文をこちらの表に、示させていただきました。1953年に最初の、合体球のモンテカルロがですね、メトロポリス
らによって、行われて以降、その後、MD 計算、最初はモンテカルロ法だったんですけれども、MD 計算がその後行われて、さらにそれが水に拡張されまして、それが、今から45年ほど前ですね、水に拡張されまして、で、タンパクの計算が、行われた、これはカープラスのグループが行ったものですけれども、これが1977年ということになります。ここら辺で具体的な生体分子なんかがターゲットになり始めまして、その後、ポテンシャルの開発なんかがあって、80年代以降に、生体分子系のシミュレーションも盛んに行われるようになりました。80年代が MD 計算の方法論の発展の一つのピークでして、1980年に圧力一定の、MD 計算が開発されまして、でその後圧力テンソルに拡張され、でまた、温度一定の方法も、1984年、に開発されています。ですので、30年ですね。30年ほどの歴史が、この方法についてはあると。また、第一元理 MD ですね。カート・パリネルによる第一元理 MD も80年代に開発されています。MD 計算、現状としましては、随分ですね、汎用ポテンシャルの開発が進んでおりまして、かなり広く、普及しつつある、時期、になっているという認識です。で、具体的にですね、その汎用ポテンシャルセット、分子間相互作用がないと MD 計算は流せないわけですけれども、その分子間相互作用については、代表的なものしか書いておりませんけれども、汎用ポテンシャルとしてはこちらにあります、アンバーとかチャーム、OPLS、グロモスといったものが、知られています。これ以外にも、まだありますけれども、こういったものがいろいろとですね、そのポテンシャルの精度の検証なんかも、行われてですね、ある程度信頼できる、ポテンシャルとしてリリースされています。また、MD 計算のですね、プログラムにつきましては、こちらもかなり その汎用プログラムがですね、出回っております。その中でも特に知られたもの、あるいは特徴的なものをここに挙げさせていただきました。アンバーとかチャームと、あるいはグロマックスといったものは知っている人も多い、よく使われている、ソフトウェアだと思います。ここら辺はもう、グロマックスなんていうのは無償で、ダウンロードできまして、さらに非常に演算速度の速いソフトウェアです。今広く、用いられてある、ソフトウェアというふうな言うことができできます。もちろんこちらの NAMD もそうですね。で、その他、最近ですと LAMPS というのが材料系のシミュレーションをするっていう観点からすると非常に、整備されているソフトで、新しいとか LAMPS 自体はそんな新しくないですけども、広く、使われるソフトとして挙げることができると思います。その他にもですね、次週にお話しいただける、お話を聞けると思いますけれども、ジェネシスですね、理研の、杉田先生のグループで開発されてますジェネシス、あるいは、すみません、資料ではちょっとスペルが間違えてたんですけど、マーブルですね、マーブルというソフトは、横浜一大の池口先生らのグループが開発されているソフトですけれども、こういったソフトも、非常に特徴的な、大規模系を高速で計算できるソフトとして、知られています。で、名古屋大学の岡崎先生のグループで、開発、しております、こちらのモジラスですね。モジラスというソフトも、この後ですね、ベンチマークの結果を、少しお話しできるかと思います。こういったですね、ソフト、複数ありますので、多数ありますので、自分の、計算の目的ですね、に合わせて、選択するというようなことが現状では、できます。さらに、無償ですので、いろいろダウンロードして動かして比べると、性能を比べるといったことも、可能になっています。ではですね、次に、具体的にその MD 計算のですね、高速化に向けての話に内容を移っていきたいと思います。まずですね、MD 計算もそうですけども、一般に、計算をですね、
まあ、自分でソフトウェア開発した場合にもそうですけれども、いきなりですね、その最初に、並列化させてソフトウェアを開発するという、並列化したソフトウェアをいきなり開発するということは、まあ、普通はないと思います。で、まずそのシングルで、コア一つでですね、十分に早く動くということをまず目指して、で、その後ですね、正しくかつ高速に動くプログラムを、作った上で、並列化をしていくと。まあ、並列化しますとプログラムが複雑になりますので、その最初にですね、まず複雑になってバグが入りやすくなりますので、まず、シンプルなですね、プログラムを開発するという意味でも、シングルコアのプログラムを、作り、それを、シングルで高速化を十分済ませておくということが必要になってきます。で、ここではその高速化をアルゴリズムの観点から眺めたいと思います。で、まず一番最初にも申しましたけれども、ターゲットとしまして、MDK さんの中でも、ね、中でもですね、特に相互作用計算の部分ですね、この部分が一番計算負荷が大きい、ホットスポットとなってきますので、その部分のアルゴリズム選択にどういったものがあるのかといったところからお話をしたいと思います。MDK さんの方法の選択としまして、例えば、ここにちょっとまとめてあるんですけれども、短距離力の計算の場合、短距離力の場合ですと、後で示しますブックキーピング法、セルインデックス法、長距離力の場合ですとエバルト法、あるいはパーティクルメッシュエバルト法、ファーストマルチポールメソッド FMM なんかが代表的なものとしてあります。まあ、他にもいろいろありますけども、ここではこの、3つあたりを、取り上げていきたいと思います。その他にですね、MDK さんの時間刻みを、できるだけ伸ばしたいと、デルタ T がですね、大きければ大きいほど同じステップでも長い時間の計算ができるわけですから、デルタ T を伸ばすための工夫ですねとしまして、高速通り規格の方法とかですね、あるいは、マルチプルタイムステップを導入すること、さらにはオンザフライ計算の利用とありますけども、これはカーパリネロ法なんかに代表されますような、反復計算をですね、避けるような、方法ですね、も高速化としてのアルゴリズムとして、まとめることができます、できると思いますので、簡単にご説明したいと思います。最後にこれはちょっと本当におまけなんですけども、高速化のための簡単な演算の仕方について、ちょっと、まあ、余談的な話を挟んでおきました。ではまず、短距離相互作用ですね、短距離力の計算についてなんですけれども、先ほどブックキーピングとあとセルインデックスっていうのがあるっていうふうに申しましたけど、そのまずブックキーピングについてご説明します。ブックキーピングというのは、簡単に言いますと、相互作用する粒子対をあらかじめ、探しておいてですね、覚えておいて、それをその帳簿に書いておくと、リストアップしておくという、そういう方法です。今、右側のですね、図に、右側の図にですね、注目する粒子が真ん中にあります。で、この粒子と相互作用する粒子を、あるタイミングでですね、探しておくわけです。カットオフの距離がこの内側の円としますと、まずこの中の粒子が相互作用する粒子として、リストアップできると思います。カットオフ距離は RC です。で、この中の粒子だけですと、運動しているうちにですね、粒子が外から入ってくる、本当は相互作用、入ってきて相互作用しなきゃいけないのに、それをもしリストアップしなかったら、相互作用の計算できませんので、ちょっとのりしろの部分ですね、をつけておきます。マージンの距離、デルタ R を設けておきまして、ちょっと遠めの粒子まで覚えておきます。この帳簿をリストアップしたものを持っておいて、で、しばらくはこの中の粒子だけで相互作用計算すると。この外にいる粒子については相互作用計算しないというような方法です。これが帳簿法です。で、適当な感覚で帳簿を作り変えないと、更新しないと粒子が外から入ってきてしまいますので、適当な感覚で更新します。個体なんかですと更新する必要ないですね。拡散しない場合ですと、更新する必要ないんですけれども、液体等ですと流動性がありますと、更新しなきゃいけなくなります。で、
このようにですね、帳簿を作ることによって、リストを作ることによって、具体的にですね、どのくらい相互作用が、相互作用する粒子、相互作用計算する粒子が減るかというのを見て、示したものが下の表でして、システムに、600個の原子があったと。そのうち、ある距離で、まあ、3シグマっていう距離で、カットオフするとするんですけども、3シグマでカットオフして、まあ、デルタ、あるマージンですね。マージンを 0.5 シグマ、だから 3.5 シグマの中に入っている粒子がどれだけあるかっていうのを数えたのが、こちらです。150個。で、そうしますと、その 3.5 シグマと、セル一辺の長さ9シグマは、の比は、2.6 でして、この、K の全粒子と、あと、カットオフの中に入っている、リストを作って、リストに、上げた粒子の比っていうのがですね、0.25 と。これだけだから、一つの粒子から見たときにですね、計算の負荷が、減っているということになります。システムが大きくなるに従って、この割合というのはどんどん、小さくなっていきまして、実際に、18シグマで同じような計算をしますと、0.03、100分の3まで、相互作用粒子を、相互作用を計算する粒子を減らすことができるということになります。これが帳簿法、ブックキーピング法です。で、実装は、簡単でして、何ステップかに1回、粒子数をですね、求めます。粒子数の計算をします。で、IJ 間の、距離を計算して、それが、リストを作る距離もよりも小さかったら、その粒子の、リストを、作成しておきなさい。IJ の、粒子の番号を覚えておきなさい、というふうな、ものです。ちょっとすみません、ここ J となってますけど、これ2ですね。すみません、ミスってます。こうやって、このリスト、J、K の J の方ですね。これが2です。このようにしてですね、リストを何ステップかに1回、まあ、例えば10ステップに1回、あるいは、場合によっちゃもっと大きくすることもできますけども、100ステップに1回などで更新しまして、その残りのステップはですね、このリストを、ずっと使って、相互作用計算すると、こちらの、粒子数が K 個あったわけですから、1から K まで回して、ここで粒子数の、相互作用計算を行うと。こういったのが、ブックキーピング法の実装の仕方です。次にですね、まあ、この他に、ブックキーピング法よりもう少しですね、効率的に、相互作用計算を減らす方法としまして、セルインデックス法というものがあります。これは、もしですね、このカットオフの距離が、セルの一辺の長さの4分の1よりも、短かったら、短い場合はですね、例えばこの黒の粒子というのは、この白の領域とは絶対に相互作用しません。ですので、距離計算をする前にですね、この白の領域の粒子と、距離計算をもうさせない、はなからさせないというような考え方がセルインデックスです。この、実際に相互作用する、セルの中のですね、基本セルの中の領域についてのみ、粒子対の計算を行うというものです。で、まあ、4分の、この場合ですと、まあ、この白の領域というのはあまり大きくない、全体の粒子に対して、まあ、それほど、まあ、大きなウェイトを占めてませんけれども、セルがですね、セルがもっと大きくてですね、実際にこう4分の1じゃなくて、もう、10分の1とか20分の1っていう場合ですと、これかなり強力ですよね。最初から、相互作用する、領域っていうのは制限されます。かなり制限されます。ここで言うと、この白い領域ばっかりになりますので、そういった時には、このセルインデックスっていう方法は、かなり、強力な方法になってきます。で、まあ、こういった方法は実際、その、現在ですね、用いられている汎用プログラムに、何らかの形で導入されています。今までのは短距離相互作用についてでしたが、引き続きまして、長距離相互作用、具体的には、クーロン相互作用ですね、電荷同士の相互作用、この場合について、話を進めていきたいと思います。で、相互作用ですので、クーロン相互作用、R 分の1ですけども、R 分の1の計算を、まず泥臭く直接計算で行うというのが考えられると思います。この場合、粒子対の数、オーダー N の2乗の計算になります。
でまあ、計算の方法は、LGS オコサインなんかと同様ですので、同じループの中で、計算することができます。ただ、問題なのは、クーロン相互作用はですね、長距離相互作用で減数が非常に遅いです。ですので、カットオフしますと、ポテンシャルカットしますと、その影響は甚大です。場合によっては数値積分が、運動方程式の数値積分が破綻することもあるぐらい大きな影響を受けますので、カットオフは、まあ、通常はやりません。で、その場合、どういうふうにするかということで、周期評価条件のある系でですね、通常用いられるのが、エワルド法ですね、エワルド法、あるいはその、改良版であります、パーティクルメッシュエワルド法、ここら辺が、現在、主に、用いられている方法です。計算のオーダーはエワルド法で N の2乗、でパーティクルメッシュエワルド法は、高速フリー変換 FFT を活用しますので、オーダー N ログ N の、計算量となります。ただこの N ログ N でも、計算早いんですけれども、大規模系、まあ、超巨大系ですね、1億に近づくような巨大系の場合ですと、できればオーダーをもっと落としたいということで、現在ですね、高速多重極展開法というものを、まあ、我々が開発しましたモデラスというソフトの中では導入してあります。これについてもこの講義の最後の方ですね、後半にお話をしたいと思います。で、まずエワルト法です。このエワルト法の要点は、簡単にごくごくエッセンスだけを簡単に申しますと、クーロン相互作用がまずあります。こちらちょっとややこしい式を持ってきてしまったんですけれども、クーロン相互作用、これ要素だけ見ていただきますと、 Ri と Rj っていう、2つの原子の、座標が分母にあります。で、分子に電荷 Qi、Qj がありますね。ですのでこれはちょっと余計なものもついてますけども、まあ、二粒子間の、距離分の、Qi、Qj というふうに見ていただければと思います。まあ、すなわち、関数系の、骨格としましては、Ij 間の距離分の1ですね、R 分の1の関数に、なっているわけです。で、これをこのままですね、周期評価条件も考えてイメージセルまでこう拡張してですね、距離計算をするということができて、かつその計算が効率的に収束すればですね、それでいいんですけれども、クーロン力はそういう形にはなりません。減衰が R 分の1と非常に遅いですので、それができない、減衰しませんので、じゃあそれを減衰させるために、どういう工夫をするのかっていうのが、を示したのがこのエバルト法も100年、以上前に開発された、方法ですけども、エバルト法になってきます。で、エッセンスはこの R 分の1っていう関数形を、誤差関数とですね、その補関数ですね、保護差関数、誤差関数と保護差関数に、分けてやると。この ERFのこれこれと ERFC のこれこれ足したらこれ1ですけども、それをあえて2つに分けると、あ、すみません、2つに分けるようなことをします。で、まあ、パラメータ α というのが埋まってるんですけども、これがその、分けた時の、それぞれの関数の減衰の速さですね、を表すパラメータになってきます。で、早く減衰する部分がこの保護差関数の方です。で、この R 分のこのエラーファンクションの、C の αr、 これは、早く減衰する、距離に対して早く減衰する関数ですので、これはそのまま計算します。で、もう一個の方ですね、残りの方はこれは減衰が遅いです、非常に減衰の遅い関数ですので、これはフーリエ変換を、したもので評価します。これがエワルト法のエッセンスです。で、まあじゃじゃっと計算しますと、ポテンシャルがですね、3つの項になります。まあ、2つに分けたんですけども、ちょっとおまけの項が出てきまして、3つに、分かれます。おまけの項はこれ、実は定数ですんで、MD の1ステップ目で、あ、0ステップ目で、1回計算しておいてやれば、まあいいという、そういう代物です。定数ですんで、力にも効いてきません。で、先ほどの減衰の速い部分は、そのまま、計算します。これは
先ほど の短距離力の計算で出てきましたセルインデックス法あるいはブックキーピング法で計算すればよろしいと、こちらの図で先ほど示したものですね。で、一方で減衰の遅い方、フーリエ変換した方はフーリエ変換ですんで波数ベクトルが出てきます。で、この波数ベクトルが波数ベクトルの和という形で式が与えられますんで、まあこれをそのまま計算するっていうのも一つの手なんですけれども、これをこのまま計算しますと、計算負荷が大きいですんで、高速フーリエ変換ですねを利用する、パーティクルメッシュエヴァルト法というものを、用いて、通常は解くことになります。このポテンシャルが、今の、波数空間の、式ですけども、こういうふうな形に、書かれます。詳細はちょっとかなり踏み込んだ話になりますので、ここでは、概論だけにしますけれども、こういうふうなですね、ポテンシャルを適当にパーツパーツで、変数をですね置いてあります。置いてありますと、この R の入っている部分 と、G だけの、あ、すいません、 G だけの部分で分けてありますと、こういうですね、H と S からなる、形に、書き換えられます。これは最初、先ほどの式と、何も変わってません。単に変数の置き換えをしただけです。で、これをですね、高速フーリエ変換で、取り扱いたいんですけども、高速フーリエ変換は、その連続的に座標データが、連続的に分布している状態ですと高速フリー変換使えないので、このですね、この SG っていう部分を、連続的な位置座標で書くんではなくて、グリッドの、点グリッド上でのみ評価してやるというふうなことをします。グリッド上のみで評価するために補完を使うんですけども、補完をしてグリッド点での値に焼き直して、その後それに対して高速フーリエ変換をするというのがパーティクルメッシュエヴァルト法のエッセンスです。ですので、パーティクルメッシュエヴァルト法は、2つのポイント、グリッドで、関数をグリッドで評価し直すと、グリッド点上で評価し直すということですね。ここで言いますと、すみません、式がありますので式で、話をしますと、この U というのがそのグリッド点の、座標ですね。グリッド点の座標、グリッド点の座標で評価し直した上で、グリッド上ので、表現された関数を高速フーリエ変換を使って変換してやるということによって、パーティクルメッシュエヴァルト法っていうのは、高速化、計算のオーダーをですね、n ログ n まで、下げています。通常はですね、このパーティクルメッシュエヴァルト法で、それなりの、数十万とかですね、の原子系の、計算が行えるんですけれども、さらに大きくなってきたときに、先ほど言いました、FMM ですね、ファーストマルチポールメソッドというのが有効になってきます。それはまた、すみません、もう少し後でお話します。今までのところは相互作用の計算を効率的に行う話でした。続きまして、運動方程式のですね、数値積分を、効率的にというのは、時間刻みを大きくするという意味ですね。時間刻みを大きくして、効率的に、計算する方法についてご説明します。ここでは、高速動力学、これと、マルチプルタイムステップを、お示しします。ですね、多原子分子になってきますと、原子間の結合ですね、化学結合が、含まれてきます。で、その化学結合は一般にその、分子集団系の性質を考えたときに、その化学結合のですね、振動の自由度っていうのは、分子集団の、挙動に影響しないということが大きく影響しないということが知られています。ですので、分子間の化学結合の振動の、に伴う計算ですね、をできれば消したい
そうしますと、時間刻みデルタ T をその振動の速い振動のですね、デルタ T じゃなくて、分子全体の運動に伴う、大きなデルタ T に、広げることができる、長くすることができる、そういうメリットがありますので、デルタ T を大きくするために、化学結合の部分を拘束します。で、その拘束の、アルゴリズムっていうのが、ここで示すものですけれども、これも踏み込みますと話が長くなりますので、高速動力学というのはどういうものかということを、概論的にご説明します。今、こちらに二原子分子 のラフな絵がありますけれども、原子が、結合していると。でこの、結合の部分の長さは、変えたくない、常に一定である、こういう状態で、運動分子の運動をさせると。これをどういうふうに実現するのかと申しますと、高速条件ですね、ここに G イコールであります、この高速条件、R1 と R2 の、距離の、は、D1、2っていう、この距離に、常に等しいですよというのが、この高速条件の式ですね。この高速条件を満たしつつ、R1、R2 を時間発展させていくというのが、高速動力学です。で、その時の運動方程式というのは、結論から先に書きますと、こちらの式にあるような F イコール、F イコール MA ですね、A はこう R2 ドットで時間微分の2回微分で書いてますけれども、これがこの、F イコール、F、M1 R1 ツードットイコール F1、 これだけですと拘束はありません。これに後ろのこのラムダ、これこれという部分ですねが、くっついてきて、こちらがその拘束力になります。で、これ導出は、まあ、ラフに示す分には簡単なんです。で少しだけお話しますと、ちょっと解析力学の知識が、必要になってきますけれども、この、分子のラグラジアンですね、ラグラジアンがありまして、運動エネルギーの項と、ポテンシャルの項があって、まあそれの、マイナスで結ばれたもの、これが、まあラグラジアンです。でこいつをオイラー・ラグランジュの方程式に、まあ、詳細は全て省きますけれども、突っ込みますと、ニュートンの第二法則ですね、 F イコール MA の式が出てきます。でこれが、まあ、高速がない場合の、流れなんですけれども、高速がある場合はその高速力に相当する部分ですねが、このオイラー・ラグランジュの方程式の右辺に出てまいります。で、ここのこの微分ですね、 G を R1 で微分したものというのは、これ G がこの上にあるものですから、具体的に計算しますと、こちらの下にあるような、式ですね、 R1 と R2 の、座標からなる、こういう、まあベクトルですねがここに現れてきます。でこのベクトルに沿って、原子を動かして、いい感じで動かして、高速条件ですね、この長さが、ちゃんとこの高速条件を満たすようにっていうふうにうまいこと、ラムダを、決めてやれば、いいと。それがこちらに示してます、運動方程式に、なってきます。これだから、MD 計算としてはまずこの高速力なしで一回動かしてですね、で後でこの方向に、この R1 引く R2 の方向に原子をうまいことラムダだけ動かして、高速条件を満たすようにするっていう、そういったアルゴリズムですね。で、こういうのは、例えば代表的にはシェイク法とかですね、いう名前で、呼ばれてますけども、あ、すいません、シェイク法とかいったですね、名前で、呼ばれてます。いろんなバージョンがありますんで、詳細はですね、またおのおので勉強していただければと思いますけれども、そういった方法が広く用いられています。で、引き続きまして、マルチプルタイムステップなんですけれども、こちらは K の中にですね、システムの中に重い原子と軽い原子が混在する場合ですね、例えばここで、ブチルアルコールがあるんですけれども、このブチルアルコールのこの、CH3 とか CH2 ですねの部分、これまあユナイテッドアトムモデルでひとまとまりにして書いてますけれども、重い部分というのは運動が遅いです。一方この端っこの H というのは、
軽いですね。この部分だけ非常に速く運動すると。そうすると、この H のためにですね、時間刻みっていうのは、経全体の時間刻みっていうのは、普通は小さくせねばなりません。例えば 0.1 フェムトセカンド。この重い原子も、重い原子はそんなに、小さな時間刻みで、計算しなくてもいいんですけれども、この H のせいで時間刻みが小さくなると。それを避けるためにですね、その、非効率化を、非効率的な計算を避けるために、時間、原子ごとに時間刻みを変えてやろうというのがマルチプルタイムステップです。で、具体的には、時間発展演算子を用いた、形式で、定式化されているんですけれども、まあ、結論というかですね、エッセンスだけお伝えしますと、まあ、こちらがその時間発展演算子を用いて、座標データ QI を、時刻0の QI を、QI にこの演算子ですね、その指数演算子が作用して、デルタ T だけ時間発展しますよっていう、ものです。まあ、形式的にこうやって時間発展させるんですけども、この指数演算子の、指数演算子の部分を、分けてしまうわけですね。次のスライドの下の方を見ていただきますと、指数演算子をですね、分けて、重い原子のゆっくりとした運動と、軽いライトの原子の速い運動に分けてしまうと。この演算子を分割するというような操作をします。で、軽い原子の方は、分割をですね、どんどん進めて、ここで N 乗としますけども、N 回、軽い原子を、軽い原子だけ動かして、で、その後、重い原子を動かすというような、こういったですね、演算子の分割をすることによって、速い原子と遅い原子の運動を分離するというような、ことが、よく行われています。これがマルチプルタイムステップ法です。以上がですね、デルタ T を大きくする工夫なんですけれども、その他にもですね、例えばですね、最近よく用いられている、最近というか、まあまあ、ずいぶん以前からですけども、よく用いられている、第一原理 MD ですね、カーパリネル法を代表とします、第一原理 MD なんかですと、電子状態が、ダイナミックバリアブルであると、電子状態が、自由度を持って運動するというような考え方ですよね。で、本来は電子状態というのは、核の配置に、原子核の配置に従って、最適化してですね、最適化するわけですけども、それを、動的に動かしてしまうというようなやり方があります。その最適化するときに本来は繰り返し計算でですね、最適な状態を求める、演算操作が必要になってくるわけですけれども、それを動的変数にすることによって、まあ、繰り返し、アイタレーション計算が、なくなるという、なくすという、そういった考え方がこのオンザフライっていう、の考え方ですね。で、これは、第一原理 MD でも、広く用いられていますけども、その他に、例えば MD、固定 MD の分野では、原子の電荷が揺らぐ、モデルがあります。例えば、水分子の酸素とか水素の電荷が、揺らぐと、動的に揺らぐ、そういったモデルがありますけども、そういったモデルにも、応用されています。電荷分布がですね、電荷が揺らいで、周りの原子配置、周りの分子の原子配置によって、電場が作られますけども、その電場に従って電荷の大きさが揺らぐようなモデルですね、が、ありますけれども、これも、オンザフライの考え方で、繰り返し計算をなくすというようなことを行ってますし、あるいは分極ですね、分極モデル、原子の上に、ダイポールモーメントをですね、置いておいて、そのダイポールモーメントの大きさが周りの電場によって変化するというような分極モデル、このような分極モデルのそのダイポールモーメントも、動的な変数として、自由度を持った変数として取り扱うと、そういったモデルでも、このオンザフライの考え方が、広く用いられています。繰り返し計算がなくなりますので、劇的に計算はですね、高速化されます。例えば、繰り返しのイタレーションが、5回、毎回回っていたのがなくなるということで、ざっくりですね、計算が5分の1になるとか、そういった類の改善が、こういうの方法では見込まれます。まあ、今までですね、ここまではアルゴリズムについて、高速化のアルゴリズムについてご説明してまいりました。
で、ちょっと息抜きなんですけれども、高速化のために、よく用いられる、演算のですね、あの変更、まあ、些細な変更なんですけども、計算が速くなる、例が あると思います。今から示すようなものですけど、これ、片桐先生も似たような話されてましたんで、簡単にスキップしながら話していきたいですけれども、割り算減らしたいというのがまずありますよね。で、割り算を、減らすということで、こういうふうに、最初の例ですけれども、ドゥループの中に割り算があっていつも x で割ってたのを x 分の1を最初に y としておいて掛け算にするとか、こういったものが あると思います。で、こういったのですね、その次の例ですと、まあ、割り算2回やってたのを、その分母の2個ですねを掛け算にして表現してやると、これで割り算の回数が半分になるとかですね、あとツームですね、これは MD で結構使えるんですけれども、こういう、b 分の1と d 分の1が出てくるときに、BD 分の1をあらかじめ計算しておいて、割り算1回にしてあと掛け算2回にすると、こういうふうにして上と同じ計算結果を得るというようなことがよく行われます。で、まあ、その他にも組み込み関数をですねあらかじめ、高校で習った式に従って、書き換えておいて、この組み込み関数を2回引っ張ってこないようにするといったような工夫もあります。先ほど、通分するやつをお示ししましたけども、それは例えば、分子メーションですと、レナード・ジョーンズ相互作用の計算に用いることができまして、こちらにありますように、6乗分の1、12乗分の1をこしらえた後で、関数にそのまま従えば、こういう12乗分の1、引く6乗分の1というふうになるわけですけども、これを通分して、12乗分の1で1回割っておいて、片一方は6乗をかけてあると。こうすることによって、割り算を1回にすると。2回から1回にするというようなことが、できます。で、まあ、これいずれも書き換えた後ですね、計算速度が、上がってるかどうかっていうのはもちろんチェックが必要なわけですけども、こういったなんか、まあ、プチテクニックを使って、まあ、少し速くするというようなことを、まあ、行うということですね。で、その他、これも片桐先生がしっかり話されてましたんで、もう簡単に説明しますけれども、キャッシュの有効利用ですね。データが1回にキャッシュに乗っかったら、そのキャッシュの上に乗っかっている間に、やるべき計算をできるだけやってしまっておくということが重要です。で、まあ、片桐先生の繰り返しになりますけれども、メモリの上にですね、あるものをキャッシュの上に、持ってくるだけで、非常に大きな時間を要しますので、このプロセスね、この、メモリにアクセスするプロセスを、できる限り、まあ、減らしてくださいと。このキャッシュの上にある間に、できる限り計算してくださいというようなことは、随分強調されておられたかと思います。こういったのは、実際のソフトウェアの開発においては、非常にまあ重要になってきまして、ランダムアクセスするようなことがありますと劇的に計算速度が遅くなりますので、そういうようなことのないように、注意すると。これももう今ことで申したことと同じですので、まあ、繰り返しになりますので触れませんが、まあ、メモリにアクセスすることのできる限り、少なくなるように注意して、プログラミングするということですね。これも変数の配列の引数の順番ですねに注意してくださいという話で、これも片桐先生のテキストに、資料にありましたので、お話にありましたのでスキップさせていただきたいと思います。はい、では最後の、もうあと20分ぐらい20分強ぐらいで、並列化ですね、並列化についての、話をさせていただきたいと思います。ですね、まず MD 計算で並列化をするときにですね、自分がプログラムを作ってですね、それを並列計算するときに簡単に並列化する方法としましては、こちらの最初にありますループ分割ですねが、まあ、簡単な方法として挙げることができるかと思います。このループ分割というのは何かと言いますと、相互作用計算ですね。相互作用計算の、
do ループを分割して分割するということですね。ちょっと戻りますが、先ほど、ブックキーピング法のご説明をしました。ブックキーピング法の説明の中で、リストを作って、そのリストを使って相互作用計算すると言いましたが、この、リストですね、リストを、その分割してやるわけですね。この1から K までを、例えば N 個、コアがあれば、N 分割して、それぞれのコアで計算させると、あるいはノードで計算させるというようなのがループ分割です。短距離力の場合は、ここを変えればいいし、例えばエバルトン方法ですと、ここに波数 のサメーションがあるんですけども、波数 G のサメーションがあるんですけども、この波数 G のサメーションをループ分割すると。で、最後にその計算結果を、各ノードコアからかき集めて、ポテンシャルを、あるいは力を評価するというような方法があります。このループ分割は簡単でいいんですけれども、あまり速くなりません。というか、並列化が、増えると、通信がですね、多くて、性能が全然出ません。さらに、この、メモリもですね、かなり、食いますので、ループ分割というのは、あまり、結果が出ない、出せないと。今ですので、このループ分割で並列化している、汎用のですね、速いプログラムというのは、ありません。で、今はそのいずれの、ソフトウェアも領域分割を行っています。領域分割はこの右下の図にあるようなもので、基本セルを、ここです、ここの例ですと16分割していますけれども、こういった、2次元で16分割している絵ですけれども、領域に分けると。で、それぞれの領域をそれぞれの、ノードコアに割り当てていくといったものを、領域分割と言います。で、これはですね、こういう新しい、領域に分けて、領域ごとに粒子を、持たせるということで、プログラムのですね、大幅な変更、改変というのが求められます。イメージとしては、ほぼプログラムを書き直すようなイメージですけれども、その代わりに、これは粒子の情報をですね、ローカルに持ちますので、非常にその通信なんかも減ってですね、超並列には向いているという、そういうアルゴリズムになります。で、この領域分割に適した、計算方法としまして、今から、お話します高速多重極展開法。これ、クーロン相互作用の、計算に用いる、主にクーロン相互作用の計算に用いる方法ですけれども、この高速多重極展開法というのが、領域分割を、しているプログラムに向いたアルゴリズムとして挙げることができます。で、エッセンスを簡単に述べますと、今、注目する、ポテンシャルを計算したい粒子が、ここの、この Q と書いてある、Q か、うん、この、部分に、まず粒子が一つあって、で、それと相互作用する粒子の集まりが、このグレーで四角で書かれた領域にあるとしてください。そうしますと、このグレーの中に入っている粒子の座標とこの元の粒子の座標を使ってですね、追計算すればもちろん正しいポテンシャルは計算できるんですけども、そうします と、何もメリットありませんので、ここではどうするかと言いますと、この領域に入っている粒子の、作る場を多重極子で表します。多極子で表現するというようなことを行います。で、それはどういうことかと言いますと、粒子間の距離をですね、ここの I っていう粒子とここの Q との間の、距離を Ri としますと、この Ri 分の1っていうのは、この2つのベクトルですね、こっちの、この、こっちの四角の中の、あ、しまった。四角の中の、原点から I の粒子までの相対値ベクトル、デルタ Ri と、あとこの原点とこの粒子との、ベクトル R ですね。この2つの、ベクトルで、表し直します。
これはあの高校で習ったあの予言定理になりますけども、予言定理を使いまして、この長さを、これとこれとあとその間の角度ですね、ガンマイとありますけども、この角度で、表し直すと、そうしますと予言定理使いますとこの RI というのはこんな形に書けます。でこれを、R でくくり出したのがこっちのこの式ですね。で最後にこのルート、これこれ分の1っていうのを、テーラー展開で表しますと、結局この RI 分の1っていうのは、こんな感じで、級数で書けます。で、この級数で評価してあげましょうっていうのが、この高速多重極展開法のエッセンスです。これで大体あの話が、半分じゃないな、もう少し少ないですけども終わりで、この多重極展開を展開をですね使ってどういうことをするかと言いますと、どういうことをするかと言いますと、この中の粒子全部について、この展開をですねやって、多重極子を求めてやると、具体的にはこちらですね、RI っていうの、I っていう粒子がまあいくつかありまして、この中に入ってまして、でそれの個々について先ほどの展開ですねをしてやると。でこのサメーションのこの部分ですね、サメーション I の QI で、ここにデルタ RI とかデルタ RI の2乗とか出てきますけども、この部分を、まとめて書き上げますと、まずここ電荷のシグマの QI ですね、でここはシグマ QI デルタ RI とか、シグマ QI デルタ RI デルタ RI とかですね、こういった項が出てきます。これが電荷の和で、これがあの双極子ですね、で四重極子というふうな形で多重極展開がここで出てきます。でこの多重極の部分はこれ実はこのセルの中の情報だけなんですね。こちらのセルの中の情報、セルの中の情報だけですので、このセルの中の、情報として、このローカルな情報として、電荷の和、ダイポールの和、四重極の和というのを、あらかじめローカルに計算しておいてやれば、こことの相互作用は計算、後で、計算式を構築することができると、そういうあの発想になっています。でこれは今示しましたこういう書き方の他にも、このルデアンドル多項式を用いた、もうちょっとなんかあのこう数学的な表現の仕方ですね、あるいは球面調和関数を、用いた書き方などいろんな書き方ができるんですけども、FMM 法はこの球面調和関数を用いた、形で、記述されています。領域の分割の仕方、空間の分割の仕方なんですけれども、空間は、このです、2次元なんで、こう4分割していくようなイメージですけども、あの3次元ですと8分割ですね、こうまず4分割して、その後またさらにそれぞれ4分割するというような、こういったあの分割構造をして空間をどんどん細かな、領域に分けていきます。で分けて、空間を分けた図が次のスライドですけれども、じゃあこれでどうやって計算、相互作用計算をするのかということなんですけれども、A というちょっと分かりにくいですけども、一番この濃くなっている領域は A です。一番小さな、大きさで A という領域があって、この中に注目する粒子が入っているとしますと、近くの B という領域は、A と同じ細かさで、切りまして、この中にはですね、あのこの中の粒子は近いので、あのこの多重極展開があの破綻する領域ですので、この近くの領域は直接 R 分の1の計算をします。少し離れた領域はあの多重極展開の収束半径を超えてますので、この領域は、多重極子の、多重極子として、相互作用を取り扱っていきます。遠くはさらに遠くなっていきますと、領域をもうちょっとまとめて D というところは、4つまとめた大きさですね、 E はさらに4つまとめた大きさ、 F はさらにもっと、まとめた大きさと、あすいません、さっきに言えばよかったですけども、この基本セルがあって、その後の第1イメージセル、第2イメージセルというふうに、これ3つの、あのセルがあります。基本、第1、第2隣接のイメージセルと。
それでこういうふうに分割していきます。もっと遠くなりますと、もう基本セル全体で、基本セルというか、基本セルと同じ大きさのイメージセルで、相互作用するということになってきます。こういったように近いところは直接 R 分の1で計算し、遠いところは多重極を使って計算します。で、こちらがその多重極展開の、距離に応じてどういうふうに計算を切り分け、チェンジしていくかという絵なんですけれども、注目する粒子が、まあ、先ほどの A という粒子、 A というセルの中にあると。ちょっとわかりにくいですよ。これ A、A、ここですね。見えますでしょうか。粒子 I と書いているところですね。ここに注目する粒子があって、お隣のセルあたり、近くのセルからはもう粒子ごとの直接計算をすると。じゃあ、もうちょっと離れたところはどうするかというと、この粒子を、セルの中に入っている、この小さいセルの中に入っている粒子をまとめてですね、多重極子を作ります。この中の粒子で作った多重極子はこの上の絵で書いてます。で、この多重極子を使って相互作用計算するんですけども、そのまま多重極と粒子の相互作用計算するんじゃなくて、この多重極子の情報をこの今評価したい粒子の入っているセルに座標変換します。原点をですね、変換するような数学操作を行いまして、多重極子を極所展開係数というですね、原点をまあ切り替えるような変換、数学的な操作を行います。で、この極所展開係数を使って、相互作用計算 を最後してやります。だから多重極子と計算、相互作用計算するんじゃなくて、この極所展開係数に持ってくるっていうのが FMM の一つのミソになってます。遠くのこの D っていうところはさらに、まとめます。D があって、D の中で多重極子を作って、で多重極子をさらにまとめて、この大きな領域での多重極子を作ります。でこれをまた、極所展開係数、こっちのですね、大きな領域の極所展開係数に、変換します。でこの大きな領域っていうのは、実はこの注目数粒子が I が入っている、ドメインでして、でこの極所展開係数を今度、こういう小さい、この領域の小さい領域の極所展開係数にまた変換してあるんですね。こういうのを極所展開係数 L から L に変換しますので、 L2L 変換と言いますけれども、 L2L 変換して、やると。で最後に、このものですね、この極所展開係数、こちらのやつと先ほど言ったこちらのやつと合わさったやつを使ってポテンシャルを評価するという、そういう仕組みになってます。こうやって、多極子をまとめる、これ M2M って言いますけども、 M2M、まとめてですね、 M2M、 そして M から L への変換を M2L ですね。で L から L への変換を L2L、 こういうふうなパスを通して、K 全体の、粒子と、の相互作用ですね、計算するというのが FMM です。で、計算をですね、個々の粒子とするんではなくて、ざっくりとまとめてするわけですけども、精度は大丈夫なのかということで、これが計算精度を、計算した評価した結果ですけれども、具体的に見ていきますと、ですね、これは、1000万原子系ですかね。1000万原子系で、計算して、小さなセルですね、一番細かなセルは64の3乗個、26万2144個、小さなセルを用意しまして、で、その1個のセルあたりに大体40個ぐらいですね、原子が入っているというような、そういうシチュエーションでの計算結果です。で、正しい方法でですね、リファレンスの値を評価しておきまして、それに、近づけたかどうかというのがここの表に示されていまして、先ほどの FMM ですと展開の次数というのがあって、その次数が定時ですと精度は悪いんですけれども、次数を上げていきますと、精度がどんどん良くなって、このコレクトの値に、近づいていくという様子が、確認されます。で、エネルギーですと4時で6、7桁、力ですと4時で4、5桁ぐらいで、このくらいあれば MD 計算としては問題ない精度だろうということで、
まあ、4時、あるいは安全サイドですとまあ6時ぐらいですかね、ぐらいの間で、計算を行えばよいということが分かります。少しですね、ここら辺から、プログラムの実装にかかる話なので、ざっくりとした話に、でとどめたいと思いますけれども、MD 計算の、次はですね、そのデータ構造についての話を、したいと思います。ですね、データですね、データ構造は並列化を考えますと、できる限り通信とですね、演算で、データをですね、データ構造、まあ、もっと簡単に言うと変数ですね、変数を、共通化、共有させたいという、ことがあります。なぜそうかと言いますと、変数をですね、変数をコピーですね、コピーしたり、あるいはバッファリングするような、ことを行いますと、それにかなりの時間を要します。ですので、MD 計算を、高速で行う場合には、通信用の変数と計算用の変数を分けない、同じ変数を使うというのが重要になってきます。で、そこで、用意するデータ構造が、メタデータと呼ばれるもので、こちらは、まあ、簡単に言いますと、データがですね、座標データなんかがですね、一次元配列で直列に並んでいます。空間を、細かい領域に分割するわけですけれども、その分割した、座標データがですね、各ノードに割り当てられておりまして、でノード内においてですね、ノード内でも、さらに、領域ごとに、データが分割されているような、構造となっています。それが、一次元的に、つなげられたような、そういった、データ構造をしています。ですね、こちらの図で模式的に、示されていますけれども、これは、この、青の部分ですね、青の部分が一つのノードが持っている、データの量です。で、この、データがですね、今の場合は、ノード内に、16個の、小さな、サブセルですね、セル、小さなそのセルが割り当てられてまして、でその16個の、サブセルが、このような、これちょっと大きさがまちまちになっているのは、それぞれのサブセルに入っている粒子数がですね、異なってまいりますので、でまあ、こういう大きさが異なっているんですけど、この青の領域が一つのノードに入っている、座標データで、それが、このように領域ごとに、まあ、16個に分けられていると。でこのデータをですね、この実際にこの Z 軸方向に一次元にデータを変数に詰めていきます。で、両袖に、この青じゃない部分がありますけども、これは隣のセルの座標データですね。隣のセルの座標データをこの領域に詰めるために、これ、実際に変数が持っている、領域ですね。領域と思っていただきたいんですけども、この右隣にデータを詰めていくと。で、さらに粒子が多くなった時のことを考えて余白の部分も、用意してやると。こういった形で一次元のデータとして持ちます。で、これを空間ごとにこういうふうに縦に、何層も重ねて、次ノードとあと周囲のノードの粒子を詰めておく。こういう変数をですね、ノードごとに、おのおの持つといったような工夫をします。で、実際には、この、青の領域の、左右上下の部分を通信で埋めて、で、この変数を使って、相互作用計算をしてしまうというような、ことを行っています。こういった、データ構造を、注意してですね、プログラミングすることによって、通信も、そして演算も効率的に行えるというようなことが、工夫がなされています。こちらはそのまあ通信の仕方なんですけども、これは FX にまあ少し、特化したところもありますけれども、同時、一滴てっていう通信をですね、ノード間の、
通信を多重に同時に実行することができますので、その多重に実行する計算をですね、示したものです。まず一方向に通信します。ここですと、ステップ1というので、ステップ1というので、右に送って、ここの部分を右に送って、でこっちの部分を左に送ってというようなことをやって、この袖の部分ですね、先ほど袖の部分がありましたけども、袖の部分に、隣のノードのデータを入れ込んでいくと。こういったことをして、まず棒状のこの横軸方向にデータをまとめまして、その棒状のデータを今度は縦方向で通信して、で、面状のデータにするといったようなこと、こういうですね、同時通信を行って効率的に行うことによって、通信に要する時間も削減しているというようなことを行っています。こういったですね、点については、この CMSI 特論 B の安藤先生の講義でかなり細かくですね、詳細に講義していただいてますので、そちらをぜひ興味のある方はご参照ください。で、最後少しベンチマークの話をしまして、この講義を終わりとしたいんですけれども、ちょっとデータが古くて恐縮なんですけれども、汎用ソフトのですね、ベンチマークの結果をいくつか、ご覧いただいてですね、MD 計算の相場ってどんなもんなんかなっていうのを体感していただければというふうに思います。こちらは、3つのソフト、グロマックスとデズモンドとナムドっていう3つのソフトをですね、使った時のベンチマークの結果でして、横軸がコア数で、縦軸は1日に何ナノセカンドの計算ができるかという、プロットですね。対象系はだいたい2万3、4千原子の系です。タンパクの系ですね、タンパク質溶液ですね。で、ノードが増えるごとに当然1日に計算できるは増えていくんですけれども、見ていただいたら分かりますように、コア数が3桁ですね、256、510人となってきますと、もう効率が出ていないというのが頭打ちになって、ここですともう、たくさん使うと遅くなるという状況が起こってますけれども、こういったですね、性能が、ノード数とともに落ちていく様子が、確認できるかと思います。しかし、この当時の、計算でも 1ステップ12ミリ秒で、計算ができるというような、結果です。ただ、ノード数を上げると頭打ちになってました。この程度のですね、数万原子系ですと、チャンピオンはアントンと、言われる、MD 専用マシンですね、今から7、8年前に、登場した7年ぐらい前に登場した、マシンで、もう非常に衝撃的な出来事だったわけですけれども、1日に何ナノ秒流れたら嬉しいって言ってた MD でですね、このアントンは1日にマイクロ秒ですね、ですんで、ざっと1000倍ぐらい、数百倍から1000倍速い、マシンが突然登場したということで、こちらですともう70日かけてですね、ミリ秒の計算をやったというような、例も、多数報告されています。今はアントンのバージョンアップしたアントン2というのが、ありますけれども、依然としてこれは飛び抜けてパフォーマンスのいい、マシンとして、専用マシンですけれども知られています。一方ですね、大規模系に拡張した場合はどういった状況かといいますと、大規模系ですと、ノード数が増えますと、やはりですね、頭打ち、性能が頭打ちになっています。こちらですとプロセッサーの数が、万に到達するところでもう察知しているのがご覧にいただけるかと思いますけれども、K は、8コアで1ノードですね。それが、8万ぐらいあるわけですから、これで言いますと、一番右よりもまだ右側に全ノードがあるわけですけども、もう全然その頭押しで全ノード使ったら性能が出せないというような状況でした。そこでですね、こういった K みたいなマシンでも、パフォーマンスを出すためにということで、
長並列向けのソフトウェア、MD のソフトウェアの開発を、行いました。一つ、その重要な、エッセンスとしまして、一つは FMM、ファーストマルチポールメソッド、先ほどのやつを用いるということです。これは、説明先ほどしましたので。で、このソフトを使って、やってみたいという計算が、ウイルスですね。ウイルスカプシンの全原子計算をターゲットとして、計算をしてまいりました。650万から1000万原子系ぐらいのターゲットになるんですけれども、そういった、1000万原子系の計算をですね、Kコンピューターで、流しました。で、その時のパフォーマンスなんですけれども、1000万原子の、これはベンチマークで、ウイルスの計算ではないんですけども、ベンチマークで1000万原子で、1ステップですね、5ミリ秒ぐらい。これは、65,000ノードぐらいを、用いた計算結果なんですけれども、1ステップがですね、5ミリ秒程度まで、持っていくことができまして、実用に耐える、計算が行いました。200ナノの計算を実際にプロダクションランとして行っています。で、ウイルスの、シミュレーションを、実際に、行って、現在はそのウイルスに、レセプターがですね、こう結合して、人間の細胞に、感染するプロセスの、研究を、進めてまとめているところです。はい、以上でですね、本日の内容、以上なんですけれども、今回はですね、MD の、概論と、あと、速くするための、高速化のためのアルゴリズムについてのご説明を中心に、させていただきました。来週ですね、また違ったですね、観点で、MD のお話を、理研の淳先生に、していただけると、思います。私からの話は、以上となります。ありがとうございました。